どうも、今回はイヤパレスやっていきますか。持ち物は力の鉢巻きに気合の鉢巻きからの軽石っていう持ち物構成だね。で、メダルはもうとりあえず移動速度がアップするメダルをもう詰め込んだ。だから今回は移動速度特化イヤパレスだね。で、これで殻を破るとシザークロスでね、やっていきたいね。意外とイヤパレスね、結構キル来たりするからね。シザークロスがね、割とね、結構強いんだよな。あとスタンも取りながらっていうのもできたりもするからね。こうワンチャン早めにイヤパレスになれたら、あのなんかこう、相手の中央をさ、荒らしに行くのは割と、ありっちゃありだよね。結構あり。あ、なるほどね。あいつがなんか悪さしてるんだったら、あの、速攻やるのはありな気がするね。なんかね。こいつをちょっと、一旦ちょっと仕留めに行くか。これ4レベルなれるかな、俺。なれねえか、さすがに。いや、なんか、今荒らしに行くのも割とありだった気もするけどさ。ね。なんだ、海竜がいたからさ。ありだったけど、ちと、野生狩り優先しちゃったよね。まあもうしゃあねえか。まあでも2周目、3周目。結構中盤とかでやりに行ければ、ね、いいかなっていう感じは、あったりするからさ。任せて、あとは。あととにかく、あの、早いね。移動速度がね。超快適。素晴らしい。はい。で、殻破ってしっかりと、取り上げて、潰せるかな？ワンチャン。切ればいいんだけど、連続切りやって。で、これはね、一旦ね、もう、すかさず、こっちにフォーカス合わせる。ナイス、最高。フォーカス合わせて、で、すかさず、木の実食い散らかして、あいつどっから勝った？この辺かな？しっかりと食べていく。あ、パクパク。あ、パク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 と、やっていくしかないよな。ちょっと一旦隠れるか。一旦隠れといて、海竜が、5レベルか、あいつ。どこら辺で行こうかな。いや、俺は安定取るぞ。こう振って、しっかりとあの、逃げる。安定卓だけ取って、しっかりと、あの、引いていく。そういう選択肢でいくわ。あとなんか、ピカチュウとかちょっとめんどくさいからな。あと真ん中か。敵の方から食って、カイリュウに絶対、カイリュウ絶対鳴らせないようにする。それだよね。経験値、ザリガニちょっと食っちゃうだけでも、下校が慣れるね。食っちゃうだけでもさ、ね。ちょっとでもずれたりもするもんね。あとちょっとで海竜なれるのにみたいな、そういう状況を誘発できる。素晴らしい。さあ、シザークロスも覚えて、最高の状況よ、これ。素晴らしいよ。慣れてないね、海竜にね。誘拐してきていいかな、これ。どうなるかな。来た。サクサクサクって止めて、で、殻破って、俺は、決めたんだ。殻を破るって。木の実も、食い荒らしてやるぜ。はは。逃がすかよ。おお、まあ、ピカチュウよ。お前そんなんで、俺から逃げると思うなよ、てめえ。おらてめえ、俺から逃げると思うなよな。あとは、大丈夫やろ、多分下は。すかさず、敵の宙を荒らしに行く。てめえ、俺の木の実を、よくも、ごめんなさい。早足。足早い。あ、気持ちいいな、今回、ちょっと、いい感じに集団戦と、ね、敵の中央荒らすプレイが、いい感じにミックスされてね、めちゃくちゃいい立ち回り、正直やれてると思うんだ。あと、この中央とかもね、ちょっと優先順位的にすごい勝ってきたよね。そうすれば味方も、結構ね、自陣食えたりし、育っていったりもできると、はい、はい、はい。あと、怪力が、多分来てくれるからね。ナイス、それ最高。俺から逃げると思うよ、てめえ。おら！いや、いつも苦しめられてるあのクソネズミをしっかりと潰していけんのは、さすがに気持ちがいいな。30ちょっともったいないから買っちゃおう、これも。買っといてさ。はい、はい。ユナイト覚えたのでかいな。これ、木の実食っちゃうか、これもう。ありがとう。じゃあね。何？それダメ。オッケー、完璧。で、食っといてだね。ユナイトどっかで吐くのもありだったかな。敵がなんかいねえ気がする。ナイス、いないと。そう来るか。じゃあ俺は、そこでしっかりと、はい、はい、はい。ピカチュウ、木の実諦める。なるほど。で、これ下レーン行くわ、俺。そろそろなんか下レーンがまずい気がするんだ。割られたくなくない？ここまで来たら。ちょっと機動力活かして早めに、下レーンに向かっておいてみたいな動きとかも、ちょっとやってきたよね。
素晴らしいね、味方の集合状況とかも。あー、敵一旦引きこもってレベル上げしてるって感じかな。中井貴一いるんだけど中井貴一いたわ、ミキプルンいたわ。いいね、この集団戦もしっかりとやって、敵のね中央の経験値も荒らしまくって。さあ海竜来てるね、海竜来てはるわ。はい、サクサクサクってて、でユナイトと噛み合った、これは気持ちいい、絶対これは気持ちいいだろうな。あとシザクロと、いた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 い逃げようねえ、それはちょっとねダメだわ、もうホラーゲームだわ。ユナイトとハピナスのユナイトが噛み合ってね、とんでもない化学反応起きたね今ね、素晴らしかったよ。まあ、シザクロで巻き込めればよかったんだけど、さすがにちょっとなん囲まれすぎた、破壊光線もちょっと食らったからさ、ちょっとしんどかったよねそこら辺はね。あとは適当に敵の中央でも、ああくれるんだそっか、11レベルであれアップグレードできるもんね、そうだよね、素晴らしいね。こういうとこも優先順位的に買ってきたね。当たらねえな、当たらねえな、速さが足んねえじゃねえかお前それはな。はい、ではいはいはい、当たらんそんな、効かんそんな、あれ倒せそうじゃない、あれ、いやいいや、そんな無視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 、そんなここで集団戦起こすのってそんなにあんまりその旨味がそんなないというか、そんな感じはあるから、まあロータムとかぶっちゃけ取られてもいい感じはまああったりはするから、野生モンスターを買ってきたよね敵のね。まあとゼラオラの体力とか見てちょっと動いていきたい感じもあるけど、はいはい、最後にユナイタフか、ありだな、ありありだね、はい、とどうなるかわからんか、枯れぶってでサク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 シザクロスで、まあ、潰しておいて逃げる、そして反転、反転シザクロス、そしてガチ勢じゃんあいつ俺に対してユナイトガチ勢じゃんそこまでせんってもいいやんね、マジか。いやまあでもいい感じかな、キア8もなんかこう残り1分割では溜まりそうだしね、ちょうどいいぐらいじゃない。あとはユナイトを貯めていきたい感じはちょっとあるな、あるな。でもだいぶいい感じに相手のね経験値が食い荒らすことができてるからさ、こういうのもちょっと敵に近いところから買っていければね、その機動力生かして相手の嫌な動きできても行ったりもするしね。さあそこのザリガニももらおうかなって思ったんだけど、そっちがそれならあれ決めたらさ溜まるっけ、あ溜まるね、決めてもユナイト溜まるんだったらちょっとでも決めていくっていうのは割とあれっちゃあれかもね。ここに隠れるの結構よくね、悪質じゃない向こうで集団戦が起きてんのか、マジわけわかんねえな、とんでもないとこにいるやん、まずいな、一旦ちょっと引いた方がいい、これはユナイトが打てねえから、ユナイトしっかりとぶちかまして、でここでしっかりとあのサクサクやっといて、であとはシザクロ打って固まってやっぱやっていきたい感じはある気がするな。はい、スナクロって、はい完璧、一匹ずつ仕留めるぞ、そうすればサンダー殴れんからな、いいね。一旦帰ってあれするか、ユナイト入ったね、帰りキーがどうだろう。いやでもあれか、いやあそこ行ってあげてえな、ちょっとナイス、そろそろでも海竜が戻ってくる時間帯だと思うんだよね、ちょっとね隠れるか、海竜止めなきゃな、海竜止めなきゃ、来た、はいはいはい、いいね。でちょっとどうしよっか、体力的にもちょっとね不安だけどさ、海竜来るんだったら、はいはいはい、マジか、途中でダメにされた、破壊光線来ちゃう、これナイス、これはもしザクロで取る、俺がナイス、いいよいいよ、素晴らしいいいね、耐えてるね、止めなきゃな、あそっち行く、オッケーオッケーオッケー、じゃあ早めに決めてあげないとな、味方がきつくなっちゃう。いやこれはもうちょっと防衛でいい気がする、怪力よく逃げたな、えらいマジでよく逃げれた、えらいぞ。いや今回のイヤパレスの動きとしては結構100点に近い数字を叩き出してんじゃないね、
人数不利の状況でもしっかりとなんか敵を引き連れながらさ、うまいことこうやる感じがちょっといいんじゃないなかなかって俺は思ったけどね。俺でもよくもやってくれたよな。で一発撃ってちょっと引くみたいなねこう空やぶやつ、空やぶでね引いたりとか、この押し引きがねしっかりとやっていける。いやいいねこれ敵からしたらかなりうざかったんじゃない。いやーいい、相手の海流になる速度を落とせたのも素晴らしいね。さあ今回も食い荒らしていこうか相手の中央。でも相手の中央レーンなんかゼラオラとかそっち系な気がするからね、結構でも序盤からああいうモンスターってね強かったりするからね、ワンチャン取りにくいかもしれないけども、あと機動力あるからね、こっちが捕まってやられちゃうかもしれんからちょっと気をつけてさやっていきたい感はあるよね。あとは早めに4レベルになっといてさ、いろいろやっていきたいな。はい、で危ね、いい判断、岩なだれで。ちょやめろ、ま、ちょお前ほんとね、そういうとこだよ君ね。はい、取っていく。あとはねえ君、マジ許せねえ。あ待って来てる、これは一旦引こう。こういうとこは一旦引いた方がいい、さすがに。いやー4レベルになりたいな、ちょっとな。2体は2匹は食えたけどさ、ちょっとばかりなんかこうちょっとばかりって感じだね。なれるかどうかわからんな。次でなれればいいんだけどな。なんだっけ、やつはね絶対に許さない。ゼラオラか、やつだけはマジで許さない。この集団戦が終わったらやつは俺もしばきな回す。これカレーブ取っといてが良さそうなんだよ、ルカリオが人で怖いからね。はいはい、まあ無理だよな、そうだよな。いやこれはねもうしっかりと覚悟しろよなあゼラオラよ。ルンパッパが湧いてるからゼラオラ、これいやハピナス来てるか、いやいいハピナスぐらいだったらなんとかなりそうな気がする。ではい逃げるぞ、どっから来るか分からんけどこっちから逃げるのが一番いい。オッケー完璧、よし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 、お前どこまで追ってくんねえ、もう気持ち悪いそれは。でマップ見といて、あこれはね多分ね待てよ、でもさ待ってろよ、いや間に合わんかった。6レベルなってんのか、相手も荒らしてんのか。先にルカリオちょっとやべえな、ハピナスが来てんのはちょっと、ハピナスルカリオはねちょっとあんま良くないな、よろしくない状況が良くないね。相手も相手でちょっと色々やってきたな、ハピナスルカリオはねちょっとどうしようもないわ。でもウェレンはラレルに関しては割とそんな悪くないな、怪力がそらしそうな気もするし。いやこれ戻ろうかと思ったけど、このままちょっと下レーン押した方がいい気がする。なんかね結構強気でいってるからさ、木の実食い荒らしてさ回復力をなくすみたいな感じでいくんだけどさ、ただ相手のレベルがちょっと高すぎてさどうしようもないっていう現状。倒してんのそれ、ナイスいいね。下黒覚えねってやっぱねダメだわ、良くないわ。下黒覚えて、であとははいサクサクサク、お前妨害向かいやめろな、卑怯やぞな。惜しいな、あとちょっとなんだよね。下黒打ち込め、はいはいはい、いいね。この下黒ターンのコンボは結構素晴らしい。あとちょっと引いといて下黒が溜まるまで待って、ここに下黒叩き込む、よしいいぞ、悪くない。でキア8発動に、このキア8発動が割と結構強いんだよね、いいね悪くない。ここで7レベルになれたのは結構でかいね。どうしよう、あとは待つ感じになるかな敵をね。ルカリどうなるこれ、はい、いやちょっとそれはしんどいかも。怪力が来るまでちょっとね耐えたけど、耐えてたけどね結構、まあ、ルカリオでも体力少ないからな。いやゼラオラはしっかりとこれ壁ドンして、あとちょっとワイルドボルトが天敵すぎるね、やつらのこれちょっと、いやゼラオラちょっと止めたけどさ、まあ無理だな、ちょっと敵がね強すぎるわ、レベルがね高すぎてさちょっとどうしようもなくなってるね。あーでもその中でちょっとキル取れてんのは最高だけど、さすがに無理だな、考えろ。5
体いる下レーンに相手の。相手の中央、今なら荒らしに行けるかな。いけそうだね。いけそういけそういけそう。荒らそう。今なら荒らせる。でもさ、ゼラオロとか帰ってきそうで怖いから。いや。なんか攻めてきてる。いや。今戻ってくるって感じかな、多分。多分今戻ってくるって感じだろうね、きっと。はい。で、買っといて、そろそろ、遭遇する気がするね。いや、これ決めれんじゃね ?28。ちょっとめんどくさい、それは。で、ゼラオロも来てるから、まあ、一旦ちょっと引きで、行くか。いや、上レーンのあれに行った方がいいか。いや、ゼラオロいるな。下レーン割りてー、これ。キューコンがいなければ、割れるんだけど、いるかな、キューコン。でかい。これ割ったら結構でかいよ。イヤパレスの仕事としてはもう100点満点なんだけどさ。じゃ、誰かさ、回帰18決めてくんね。ナイス最高それ。ナイスよくやったよくやったぞ偉い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 。これで、50-50。状況は戻せたぞ。いや、よく立て直した。偉い俺たち。よう立て直したわ。あんな、あの悲劇から。ナイス。で、サクサクサクってやって、ユナイト、サクしかないな。キー8発動してるけど、マジで痛い。やばすぎ。じゃ、一旦ゼラオロを剥がせたか。でも、ゼラオラがちょっとね、天敵すぎるんだよね、今回。イアパレスもね、ゼラオラ、イアパレス硬いけど、ゼラオラのさ、あれされたらさ、ちょっとどうしようもないっていう、現状はあるからね。はい、はい。仕留めれねえんだよな、こっから。そうなんだよな。マジで火力高すぎてゼラオラどうしようもないんだよな。みんなで囲んでボコるぐらいしかほんとないよな。それしかないよな、道って。やっぱりさ。まあ、じゃあ荒らしに行くか。ただ集団戦もなんか、集団戦っていうか、早めにそこら辺とか、まあ、手前くらいから、買っていかないと。ルカリオとかもめんどくさいしね。あ、でもそれは空ないならと思ったけど、いいや。大丈夫、バレてない。はい、サクサクサクってやって、で、帰っていくんだけどさ。ちょ、しつこいな、これ。クソしつこいな。めっちゃしつこいな、あいつ。ちょ、倒すしかないな。もうサンダー戦覚えとけよ、マジで。でもまあ接戦だからね。でもちょっとレベルをね、上げていかないと、あれかな?しんどいかなっていうのは、あるかな。ロトムはまあ、処理に回っちゃえば、いいと思うからあれなんだけどさ。まあ敵もそんな、敵も結構上手いからさ、そんな無理やりな、攻め方は、してこなさそうな気はするんだけどさ。はい。で、こっから、間に合うかな、マンムーに。来た。はい、はい、はい。いや、間に合わんかったか。まあ、50はまあ、ちょっと、いいや。50決められても言うてそんな変わんないっていうのはあるんだけどさ。はい、はい。スピード使ってちょっと引いていこう。一人捕まえれればないんだけどな。はい。ここでしっかりと壁ドン。痙攣してる。痙攣してる。いや、中央行こう、中央。中央に行こう、中央に。よし。行こうか。さあどうなるかだな、まあ、そんなに状況悪くない気もする。相手のハピナスが結構嫌ってのは、まああるな。ちょっと出やすくしとこう。俺ユナイト吐くのもさっきもね、ちょ味方 と位置が遠すぎたんだよね。まあ、タンクだけど、タンクで前に出なきゃいけないっていうのもあるんだけどさ。あんま味方とはぐれすぎるっていうのも、結構ね、よろしくないんだよね。だからもうちょっと引き寄せてみたいな感じで行きたいね。こういうやつとかね、浮いてる浮いてる。こういう浮いてるやつをしっかりと潰そう。ナイス。潰したぞ。来た。で、ユナイト吐いて、捕まえれてるから、こいつも、はい、サクサクサクってやっていきたいんだけど、まあ、一旦こうやって潰すしかないな。待て、ゼラオラ、はい、はい。マンム潰すか、一旦ね。マンム潰そう、マンム。硬いやつ。まず2連キルからの、ゼラオラは、はい、大丈夫、俺が据えてる。で、はい、カウンターでしっかりと潰して、行くぞガンガン行くぞ。もう、残りの残党に取られたら、もうちょっとそれまでしゃあない。あ、大丈夫。卵。卵変質者だからさ、なんとかなるよ。大丈夫大丈夫。取り切ろう、しっかりと。ナイス。最後は美味しいとこ。
もらっちゃうわ。逆サイド展開するか俺。ナイス。いや素晴らしい逆転だろこれ。めちゃくちゃいい逆転。いやみんなもねよく我慢したね。ちゃんとね俺が一番前のような位置でさ我慢して、まずはハピナスをみんなで落としに行けた。そして相手のハピナスがちょっとね我慢できずに浮いちゃったもんね。あれでかいね。よし頑張っていきますか。相手の中央とをね晴らしながら、あれだね、あの集団戦もきっちり参加していくっていう、そういうのもねちゃんとねやってからこその、いやパレスだと思うからさ。あ、これラルトスが1個食べたのか、だからないのか。なるほど。まあでもなんとかなるっしょ、1個ぐらいだったらね。わーこれちょっとやだね。もう不思議場のな、あれめちゃくちゃ嫌かも。いったで、スタンさせてその間に取り切る。俺はこうやって外役イアパレスにやられまくってから、これ連続切りで、おいてめえ逃げるんじゃねえ、おい。はい、で、はい、取っていく、完璧。あとはやばいなこいつら、ちょっときっしょいな。やばくね、嘘、どこまで追いかけてるのこれ。もうやめてよ気持ち悪い、そんな追いかけてこんくていいやんね。はいはい、仕返し。いいね、俺美味しかった、俺の岩のだれうまかったらしい、どうやら。で、殻を破る、覚えて、で、連続切り使って、ここで、で、あとはしっかりと下に行って、これ荒らしたいけどね。いや、キョロマツだったらさ、別に、一旦こことか荒らしまくってもいいかもね。はい、じゃあな。で、しっかりとあの、引いていこう。キョロマツがちょっと厄介だったよね。ちゃんと気づいてた、あいつ。あれ食われるんじゃねえかなって。やべえって。気づいてたよね、あいつね。さあ、あそこもちょっと食いたいけど。あー、でも、体力なくない、あいつ。やめとこ。やめるかも。ちょ、一旦体力ないからさ、あの、ダメだ。ピカチュウに見つかっちゃうのは本当によくよろしくないから。もうちょっと集団戦、このスタンあれだね。はい。一発殴って。いいよ。ナイス、いいね。いや、その体力回復めちゃくちゃでかい。あれ、あの木の実食えればいいんだけどな。ちょっとあの、上から一枚欲しいかもね。これはね、なんかね、20秒までにちょっと戻れればいいんだけどさ。でも月光河には慣れてないね。幸いなことにも。いいね。それはいいけど、でも、下レーンでちょっと集合できるかどうかが、ちょっと怪しいね。20秒の端に間に合わない気がする、これは。お前、ルカリオレベル高っ。やば。来た。はい。取って。ナイス。いや、でも痛いなぁ。結構痛い。これ欲しいけど、あれだな。枚数欲しいけどさ、あの、枚数が欲しいんだけどさ、ちょっとなんかいるからね、いろいろね。なかなかちょっと難しいよね。やべえ。助けが来ないと無理やぞ、これ。もう耐えきれんぞ、俺だし。まあ、これはちょっともう、もうちょっとしゃあないな、これはもうな。人数がちょっと圧倒的に無理だわ。で、こっから大逆転するのがね、結構大変なんだよね、やっぱり。ちょっと食っていこっか。そう、めちゃくちゃ大変なんだよな。下レーンをぶち割らないとさ、相手の、こう、かじり亀とかもね、やりにくいっていうのもあるしね。ロトム取っちゃったら多分相手動いてくんないからさ、割りにくくなっちゃうよね。あ、動いてくれてる。じゃあいけるぞ、これ。マジか。いや、これは結構、いいね、最高。やべ、あと何ポイントか足んねえか。あと数ポイント足んねえんだけど。はい。はい。ちょ、ひねり出してね。腹から。ちょっとひねり出して、ちょっと集合かけとか、アブソルに。いや、3ポイントだったら俺が、いけるかい ?10 ならいけそう。いや、こういうのちょっとあの、いやーでも、あのね、レベル高いからこれ一旦ね、あの、やめた方がいい、これは。で、相手のちょっと中央に、うろちょろしながらさ、時間をかけさせる。そして、集団戦に、俺は、最速で参加していく。
痛い、それは痛い。マジで痛い、マジで痛い。ミスった。ミスった。ちょ、普通にミスった。そうだな、まあ、カルボンねえからな。ちょっと、多分ねでも買って、ユナイトをさ、覚えていきたい。ナイス。覚えればいいや。あとは、真ん中のザリガニを食いながらさ、やっていきたいね。いいね。相手の、下レーン割れたのは結構でかいぞ。アマージュ来そうで怖いんだよね。やっぱ来たか。やっぱ来るよね。そうだよね。一旦ちょっと押し返すか。はい、はい、はい。押し返して、やっぱ万全な状態で戦いたいよね。やっぱりね。そうだね。下ルートに次は集合したいな。まあでも上レーンにピカチュウ月光がいるんだったらもういっか、別に。いいんじゃない？やらしといて。上レーンにあんだけいるんだったらかじりかみ取ってくださいって言ってるもんだからさ。なんとかなるよ、きっと。でも速攻殴らないとね、やっぱり。で、多分サーナイトが上レーン多分守るだろうから、ボトム取られても時間は稼げると思うし。ナイス。敵がね、どう来るかなんだよな。アマージュ引いてるんだったら、どうだろう、上も見といて、めっちゃ引くね、敵。空火でしょ？空火だったら、これしばけるぞ。はい、はい、はい。で、ユナイト相手。はい、完璧。邪魔くせえな。ちげえんだよな。俺が倒したいの。お前なんだよな。はい、いいね。急所出たな、多分。いや、急所出てないかな。やばすぎた、あいつが。まあ、ユナイトもね、もう吐くところってそんな限られてくるだろうし。もう買っちゃって、この辺とかも、買ってね。なるだけ、機動力あるからさ、敵のところとか、この中央のさ、ところとか買っておいて、味方のアタッカーを楽に、からさせてあげたいっていうのは、あるよね。いいね。こういうのも、このザリガニを狩るのを積み重ねれば、敵からしたらめんどくせえからね。はい、完璧。来いよ。サク、サク。え、なに？は、なにそれ？はぁ？それはやばい。待って、それやばい。最悪。そか、シザークロスってあれなのか。なんだっけ。踏みつけされたらさ、もう出なくなっちゃうんだね。素直にじゃあ、素直に引くべきだね。シザクロで一旦、うっとさせて、逃げようかなって思ったけどさ。まあ、素直に引くのがね、一番、素直が一番、そういうことだね、きっとね。あとはね、そう、上ルートに集合で、いければさ、いい感じに、取れそうな感じはあるな。あと、空火バナーをしっかりと、追い回したいね、今回。奴には怠慢でしっかりやっていけるだろうからさ。ね。いける気がするよ。よし。まあ、最後はちょっとロトム取りたいよね、3回目はさすがに。ロトムを送り込んだ方が、多分強そうな気がする。敵もちょっと、まあ、攻めてくるよね。そうだよね。まあ、こうなったら殴るよりも、ちょっとチラ見とかしといて、やっていくのがいい感じは。あるかな、さすがに食らわんけど。ロトム枯らせないようなプレイでさ、行ってもちょっといいかもしれんね。さあ、行く？これ。はい、はい、はい。使っちゃったけど。まあ、あとはもう、中央で良さそうな気がする。一枚こっち落とされちゃったけど。いや、でもまあ、どうだろう、やばそう。でもこれ18秒とか生き残れなくなるってなると、本当に、ちょっと殴ってきちゃうよね。そうだよね。はい。で、ルカリオたちのところで、ユナイトとか吐かないと、ガチで、本当にどうしようもなくなっちゃうからさ。はい。で、相手で、ユナイトかこれ。ユナイト吐けた俺。吐けてねえんだけど。ちょ、待って。吐けてないんだけど。いや、あんま良くない状況になっちゃったよね。ユナイト吐けんかったか。あれされた？捕まれちゃったかな？あれに。あいつらに。ただ、あれだもんね。敵の方がね、有利に始めたもんね。くっそー